丈夫でしょ。こんばんは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 。わ、すごいね。今市さんファンの皆さん、こんにちは。今市です。こちらは。市ファンの皆さん、今市です。こんにちは。あなたがね、昨日ね、ストーリーズで明日だなんて言わなかったら、これする必要ないんですよ。ね、今日あの会う予定はありまして、でも昨日たまたまだよね。そうです、たまたまです。イベントで、はい、ひばりの会いまして。会いました。はい。会いましたね。食事を今日させてもらってます。すいません。いやいや、じゃあ、おごってくれました。自分が誘ったんで、はい。それは関係ない関係ない。そう。でもこの前も、この前もおごってくれました。ありがとうございます。あ、そうだっけ。この前もおごってました。だから俺今日払うって言ったら。ああ、そうか。じゃあ次払って。次。次払うって言ったら。すごい。めっちゃ見てる。まあ、見てくれてますね。この時間帯で。平日ですよ。平日ですね。ありがとうございます、みたいなね。ありがとうございます、うん、改めて言いますけど、私たち同い年ですからね。そうなんです、同い年なんですよ。同い年でございます、はい、あんまこういう業界で同い年少ないですもんね。少ないです、本当に、うん、少ないですよ、なんて、うん、こんなお話を毎回ね、でもなんかあんま仕事の話じゃない。そうね、人生の話を基本結構しますね、私たちは、うん、はい、その将来ではないですけど、うん、そうですね。インスタライブも結構するんですか。私はいつぶりだろう、まあ、それこそあれですよ、うん、この前の、ボランティアに行かせていただいた後に、はいはいはい、に、まあ、報告を兼ねて、うん、インスタライブさせてもらって。ああ、はいはい、それがいいの。それで、あら、全然行ってたんでしょ。そう、ちょうど、そう、俺もさっき聞いて、私が多分ボランティアに行ったタイミングが、の前の日に前日に行ってたんですよ、はい、だったんで、それさっき聞いて、あ、それすれ違いだったんだね、ね、本当ね。そう、まあ、なんかいろんなところでだから、会いますね。その、ね、なんだっけ、昨日の現場もそうですし、ちょこちょこ会うよね、なんか全然なんかね、なんか会いそうにないとこで会ってるよね。確かになんか普通だったらなんか ね、なんかテレビとか番組とかで会うのかなみたいな感じだけど、確かに、そうそうそうなんだよ。なんか今日はずっと仕事をずっとされて、まあ、私もしてきましたけども、すごい疲れてる感じだったんで、いやそのいいじゃないですか、大丈夫ですよ、その疲れ、仕事したら疲れますから、ね、仕事疲れてますか、仕事疲れてて、さっきいっぱい飲まれてまして、うん、ちょっと私はね、まだちょっと、そうね、喉がちょっとまだ、はい、うん、なので、ちょっとお酒を飲めないです、もともとは飲まないけど、飲まないんですけど、うん、はい、前はね、前は福岡来てくれた時は、飲みましたね、結構ね。確かに日本酒飲んでいい感じにこれをになってきて酔わされました、酔わされました、酔わしてよ、酔わしてよ。またちゃんとね、飲んでたらまた、そうですね、ぜひ飲みたいなと、はい、思っております、はい、じゃあ皆さん、はい、ね、もう何時ですか、もうね、23時、ありがとうございます。すいません、じゃあ明日ねという理由はこういうことでしたっていうご報告を兼ねて、ちょっと食事をしました、はい、どんなお話をしましょう、はい、ではでは、じゃあ、はい、すいません、お邪魔しました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 、はい、では、失礼します、じゃあ失礼します、はい、失礼します、ありがとう。